こんにちは Python VTuber のサブです今回は Python を開発するための VS Code の使い方について解説したいと思います VS Code は無料で使えるコードエディターなので VS Code 使ってみたいなって人はぜひ参考にしてもらえたら嬉しいですこのチャンネルは無料の Python プログラミングスクールっていうコンセプトで Python に関する情報を発信しているのでよければチャンネル登録メンバーシップ登録よろしくお願いします まず VS Code って何ってことなんですが VS Code とは正式名称が Visual Studio Code っていうふうに言って Microsoft が無料で提供しているコードエディターになります Windows PC でも Mac でも使うことができますこのエディターはいろんなプログラミング言語のコードを書くために用いられていて Python を書く場合でもこの VS Code が使えます ただ逆に言うと Python 以外でも使えるようになっているため VS Code で Python のコーディングをしようと思ったら Python 用の設定をいくつかする必要がありますなので実際に VS Code をインストールするところから Python 用の設定をして Python スクリプトを実行するところまで実演してみますねまず Microsoft の公式サイトで VS Code のインストーラーをダウンロードしますこの URL は概要欄に貼っておきますね このページから自分の PC にあったインストーラーをダウンロードしてください。今回私は Windows の PC に VS コードを入れたいので、ここをクリックして、インストーラーをダウンロードします。で、ダウンロードが完了したらダブルクリックして、Microsoft Visual Studio Code Setup この指示に従ってインストールを実施してください。 これで VS Code がインストールできました。インストールが完了して VS Code を起動すると、こんな画面が出てくると思います。まず、この VS Code を Python コーディング用として設定していきたいと思います。で、この VS Code に日本語の拡張機能を入れたいと思います。VS Code を開くと、この左側のところに、こんなメニューのアイコンがあると思います。 このアイコンの一番下のアイコン、このブロックみたいなアイコンがあるので、これを選択してください。で、この検索バーのところに、Japanese っていう風に入力して検索すると、こんな風に、マイクロソフトの公式が出している、Japanese Language Pack っていうのがあるので、このインストールを押します。で、この日本語の拡張機能を有効するには、この VS コード自体を再起動する必要があるので、 この VS コードを一度閉じてもう一度起動します。そうするとメニューの表示などが日本語になっているかと思います。こんな感じで自分が VS コードに入れたいなと思う拡張機能をこのブロックのアイコンのこの検索バーから検索してどんどん追加していきます。今回日本語パッケージ以外にも Python で開発する上で必要なパッケージをさらに入れていきたいと思います。 で、一番大切な Python いう拡張機能を入れます。この検索バーに Python っていう風に入れるとこんな風に Microsoft 公式の Python 拡張機能があるのでこれをインストールしますで拡張機能についてはこの Python のエクステンションは必須ですがあと作風的に入れた方がいいかなって思ってるものを紹介すると Python 用にインデントをきれいに挿入してくれる Python インデントっていう拡張機能 こちらもインストールして、Python 用のドックストリングを自動生成してくれる Python ドックストリングジェネレーター、これもインストールして、あとコード入力をサポートしてくれる Visual Studio Intelli Code っていうのもインストールしておきます。では拡張機能を入れたところで、実際に Python コードを書いてスクリプトを動かしていこうと思います。 まず、この左のメニューの一番上のところのファイルのアイコンを選択します。そうすると、ここにフォルダーを開くっていうボタンが出てくるので、これをクリックします。で、ソースコードを格納するフォルダーを選択します。で、このボタンを押すと、こんなポップアップが出てきたら、フォルダーを信用してすべて機能を有効にするっていうのを押します。そうすると、こんな画面が出てくると思います。 作業の開始のタブは閉じておきます。で、このエクスプローラーのここのアイコンをクリックすると新しいファイルが作成できるので、例えば code.py みたいに Python スクリプトを作成します。で、この今作成した code.py の中に実際に Python コードを書いていきます。こんな感じでただ単に2つの値を足した合計を表示させるコードを書きました。 でコードを書いて、この状態でまだ保存できていないとこのタブのところに白い丸が表示されますなので CtrlS を押してこのファイルを保存したらこの右上にある再生ボタンのアイコンを押すとこの code.py が実行されて6っていう文字が表示されましたこんな風にこの再生ボタンを押すとこのコードを実行することができます もしも Python のインタープリターを変更したい場合は、この左側のここを押すと Python のインタープリターを変更することができます。こんな風にこのボタンで VS コード上から Python を動かせるのが一番初めに入れた Python の拡張機能を入れたからになります。では Python 拡張機能以外にも、さっきおすすめですよって入れた3つの拡張機能についてもどんなことができるようになったのか紹介します。 まず Python インデントはさっきも説明したみたいにインデントを Python 用にきれいに挿入してくれます。例えばリストの要素の部分で開業をするとこんな風に上の要素とスタート位置が揃うようにインデントを入れてくれます。もしもさっきの Python インデント拡張機能を入れないとこんな感じで一番左まで来ちゃうのでちょっと見にくいかなって思います。 次に入れた Python ドックストリングジェネレーターはドックストリングを自動で生成してくれます。まだ s u p p の動画の中ではドックストリングについて解説していないんですが関数やクラスなどの先頭にこれがどういう関数かどういうクラスかっていう説明を書くのがドックストリングです。例えばこういう関数があった時関数の中の直後に30のダブルコートを入力して Enter を押すと こんな風に、この関数の引数と戻り値のタイプアノテーションも含めてドックストリングが自動で生成されます。あとは、この角括弧の部分を具体的に、こんな風に自分で手で入力したら OK ですね。最後、Visual Studio Intel Code って拡張機能は、コードの入力候補を表示してくれます。例えば、Pandas の readCSV って入力してようと思って、d f p d r e まで打つと、こんな風に RE から始まる関数の候補を出してくれます。この中から、んえっと、あ、そうそう、この ReadCSV だなーって選んだら良いですね。ReadCSV を選んだ後も、丸括弧を入力すると、こんな風にどんな引数があるのか、それがどういう意味なのかっていう情報も、ポップアップで表示されます。それでは次に基本的な設定をもう少し変更してみようと思います。 まず一番変更することが多いかなって思うのがフォントのサイズですね。フォントのサイズの変更はメニューバーのファイルのユーザー設定の設定を押してください。Mac の方はコードの基本設定の基本をクリックすると同じ画面が表示されます。で、この画面のよく使用するものっていう中のこのすぐ下のところにフォントサイズっていうのがありますね。ここで例えば今フォントサイズが14なんですが ちょっと大きく16っていう風にしてみます。これでさっきのコードドットパイを見てみるとちょっとフォントのサイズが大きくなってますね。あとはエディターのテーマカラーを変えたいときはこのさっきの設定のワークベンチの外観のところからカラーテーマっていうところを探してこのプルダウンからこんな風にライトプラスを指定してみるとカラーテーマが変わります。 私はこの規定のダークの方が見やすいので規定のダークに戻しておきます次によく使う機能のショートカットキーを説明しますまずこのファイルの中にある特定の文字を検索するには一般的なアプリと同じように Windows の場合は Ctrl-F Mac の場合は Command-F を押しますそうするとこんな風に右上のところに検索バーが出てくるのでここに検索したい文字を入力して検索します こんな風に検索ができますね。で、今度検索した文字を別の文字で置換したい場合は、この左にある矢印をクリックして、ここに置換後の文字を入力して、この左側のアイコンを押すと、検索した順番に一つずつ置換ができます。この右側のアイコンを押すと、すべて一括で置換することができます。次にフォルター内を検索するには、 Windows の場合は Ctrl Shift F Mac の場合は Cmd Shift F を押しますそうすると左側のメニューが虫眼鏡のマークが選択された状態になっていてこんな画面が出てきますここに検索したい文字を入力するとどのファイルのどの部分にその文字があるかをこの下に表示してくれますもしもこのファイルのこの部分見たいなと思ったら回答の行をクリックすると こんな風に選択した場所にジャンプすることができます。検索や置換はよく使うので、ぜひショートカットを覚えておきましょう。次に参照元にジャンプする方法を紹介します。例えば、こんな風に関数を呼び出しているコードがあった場合、この関数の定義にジャンプしたいなーって時は、関数を呼び出している部分にカーソルを合わせて F の12を押します。 そうすると関数の定義している部分にジャンプすることができます逆に関数の定義から呼び出されている側にジャンプしたいときは関数が定義されている部分の関数名にカーソルを合わせて同じように F12 を押すと呼び出されている部分にジャンプしますもしも呼び出しが複数ある場合はこんなポップアップが表示されて呼び出されている複数の場所がわかるようになります また、コードじゃなくてファイルを探したいときは、Windows の場合は Ctrl-P、Mac の場合は Command-P を押してください。そうすると、こんな検索バーが出てくるので、ここにファイル名の一部を入力すると、ここの下にファイルの候補が出力されます。次に、コマンドパレットについて紹介します。コマンドパレットとは、この VS コード上で操作するコマンドを検索したり一覧表示ができるパレットのことです。 F12 を押すとコマンドパレットが表示されます。また、Windows の場合は Shift-Ctrl-P、Mac の場合は Shift-Command-P でも開くことができます。このコマンドパレットは VS コード上のコマンド一覧がこんな風にスクロールでどんどん表示されるんですが、検索で絞り込むこともできます。例えば、今まで入れた拡張機能、Extension ってどんなの入れたんだっけって思ったら、この検索バーのところに Extension って入れると、 エクステンション、拡張機能関連のコマンドが表示されます。この中を見てみると、インストール済みの拡張機能の表示っていうのがあるので、これをクリックしてみると、こんな風に今まで入れた拡張機能が表示されます。これ以外にもたくさんコマンドはあって、VS Code の操作ではこのコマンドパレットを使って何か表示させたり設定したりすることがとても多いです。 なのでコマンドパレットの表示のショートカットとお使い方は覚えておくと良いと思います次に VS コードでのデバッグの方法を解説しますデバッグとはプログラムの中のバグを見つける作業のことで VS コードにはこのデバッグ用の機能がありますまずこんなコードがあったとしてここの条件分岐のところが自分が思ってたのと違う動きをするんだよなどの値の時にどこに入ってくるのかちゃんと調べたいなと思った時 調べたい箇所のちょっと前の行のこの左の部分をクリックすると、こんな風に赤いマークがつけます。これをブレークポイントって言うんですが、このブレークポイントで一時的に処理を止めることができます。で、この状態で再生ボタンの右側の矢印のボタンを押して、デバッグ Python ファイル。これを押すと、デバッグが実行されます。 今、この黄色い行のところで止まっていて、この時点で、このプログラムの実行がどういう状況かが分かれます。この左側の変数っていうウィンドウの中に、今、実際に定義されている変数と、その変数の値がこんな風に表示されます。A が8で B が1っていう風に表示されていますね。実際にここで定義した内容と同じです。で、レバップ実行では、1行1行実行していくことができます。 ここに表示されているボタンのこの青い下矢印になっているボタンを押すと今いるところから一行だけ実行することができますここが実行されたのでこの変数のウィンドウの中にスコアズのリストが追加されていますねでこのボタンをどんどん押していくと一行ずつ実行されます今 x の値が4なので if 分の x イコールイコール0のこの中は通らずにここの L 位布分の中を通っていますね。で、こんな感じでどの値の時にどこが実行されるのかがわかります。で、こんな感じでデバッグを行うんですが、ここまで来たらあとは一行ずつじゃなくて一気に最後までスクリプトを実行したいなって思ったら、この一番左のボタンを押すと、次のブレークポイントまで移動するんですが、 今回ブレイクポイントは一つなので一番最後まで実行されます。また関数の中に入りながら一行ずつ実行していくこともできます。例えばこういうコードの場合はここにブレイクポイントを置いてまたデバッグ実行を押してでここから下の矢印を押すとこんな風にファンク1の関数の中に入っていくことができますね。最後に p y チャ a r m との違いについても改めて説明します。 以前に PyCharm っていうエディターを紹介した動画を出したんですが、その中でも PyCharm と VS Code の違いを解説しているんですが、もう一度確認してみます。VS Code は Python に特化しているっていうより、いろんな言語で使えていろいろカスタマイズしながら使っていくエディターになります。なので、インストール後に Python コーディング用のエディターとして拡張機能を追加したり、自分でいろいろ設定する必要がありましたね。 一方、PyCharm はそもそも Python に特化しているエディターなので、設定がほとんど不要です。全部デフォルトのまま使っても特に不便な思いはしないかなって思います。で、VS コードは全てが無料なのに対して、PyCharm は無料版もあるものの、一部の機能は有料版でしか使えないものがあるので、この点が VS コードのいいところになりますね。また、VS コードは起動が早いっていうメリットがある一方、コードの修正提案などは PyCharm の方が優れているかなって思います。 パイチャームもとても良いエディターなので気になる方はぜひパイチャームの動画も見てもらえたら嬉しいです概要欄に URL を貼っておきますね今回の動画の内容は以上になりますこれから VS コードを使ってみようかなって思う人の参考になったら嬉しいです動画の内容でよくわからないことがあればコメント欄に質問いただけたらできる限り回答したいと思いますこの動画が面白いと思ったらいいねチャンネル登録してもらえたらとってもとっても嬉しいです メンバーシップもやってるので、興味がある方はぜひご検討ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。